ザ・50回転ズのロックンロールやりこう。はい、ちゅうわけでまた出てきましたよ。出てきましたよ。50回転ズがお送りして、おっと、お、今日もレコードプレイありますぞ。ありますよ。こうということはまたあれですな、うん、初めての名盤体験コーナー。初めてのレコードね、アトスさんのおかげで聞くことができた、クリムゾンキングの宮殿、よかったね、よかったね、よかったね、聞いてよかったよ。俺たちの知らない扉が開いたね、うん、はい、そうやね。で、あの名盤と呼ばれて名高い、あのアルバムですら聞いてこなかった俺たち、もう恥ずかしい話ですよ。すいません。あのタイミングで聞かなかったらもういつ聞いてたか分かんないよ。ねえ、いや聞くことなかったかもしれない。かもしれないね。で、世の中にそういうアルバムがいっぱいありすぎると。そうですね。俺たちはちょっとリスナーとして穴が多すぎる。ね、はい、好きなもんしか聞いてこんかったから。なるほど。好きかどうか分からんやつは避けて通ってきたから。うん、ちょっと今日も、名盤やけど通ってなかったという。うん、はい。例のあれを、いやー、お恥ずかしいながらね、これはね、一曲単位ではね、はいはいはい、世界中多くの人が知ってるこの名曲が収録された、しかしながらこれ LP 単位で聞いたことないぞと。そうですよね。いうこのアルバムを言ってみましょうか。ボギーくん、はい、ドドンドンドゴドンと、はい、イーグルスの、ホテカルでございます。ホテルカリフォルニア、ホテルカリフォルニア、ね、これ表題曲は有名ですよ、めちゃくちゃ有名よね、しかしね、イーグルスが俺はね、メンバーすら知らんね。確かに、そうだね、イーグルスのドラムが好きでねっていう人とあんまり話したことがなかったね。確かにね、あんまりイメージない。メンバーも知らんし、その1曲だけしか知らんねんけど、まあ、早速ちょっと聞いていくわ。はい、取り寄せてもらいましたよ今回も。はいはい、綺麗な状態でねえ、だってこのレーベルもね、僕ら知らないレーベルですもんね、さあ聞いていきましょうか、今回ね、 A 面、はいはい、B 面ちょっと分けていこうかなと。あ、なるほど、なるほど。なんで今回は A 面を聞いていきますよ。 A 面回ってことね、うわぁ、ちょっと曲目見てしまった。ええの、それは。つまりあの一曲がどこに入ってくるかの、なるほど、その戦いになってくるから。なるほど、そうそう、それが一番こう大事な戦いになってきますんでね。なるほどね。早速聞いていきますよ。はい、はい。はい。準備？はい。いいよ。はい。いきますぜ。行ってみよう。イーグルス、カモン、レッツゴー。お、来たね。あれ来ましたね。惜しまない、いきなり来るんだね。1曲目から来ましたね。うん、いや、でも改めて聞くとこんなギターの音なんやね。ねえ、うん、ギター 2,3 本重なってるか、これ。ほう、しかもなんかフランジャーみたいなかかってない、ね、シュワシュワ、ね、お、来た、なんかふわふわしてきたぞ。ギターも入ってきた、ほんまやね、エレギターか、これ。来たー、来たねー、これか、うん、さすがに聞いたことあるね。いいね、けどね、ベースとドラム、ええ音してる、ええ音してるな。今やったら、今の時代やったらキックとかもっと出すと思うけど、そうやね、この辺のパタっていう、うんうん、この時代の音やね。スネアもええ音しとるわ、うん、止まってるね、止まってる。いい曲やな。はあ、うん、ドラムでかいね、結構でかいね、
ミックスがもっとベースのイメージがあったけど、うん、いや俺もっとボーカルかなと思ってて、あ確かに、まあまあまあ、これでもね、うん、なんとなくやけど、はい、日本で大ヒットしたんじゃないこれ、うん、そうやろな、日本でもあるやろな、なんかメロディー的にもさ、うんね、コード使い的にも、うん、ちょっとね、今日ね、はいはい、その表題曲を聴いてるのか悪いけど、ね、はいはい、資料を集めてもらいまして、はいはい、軽くね、はい、これ何年の作品かっていうと1976年の作品、76年、うん、ジョー・ウォルシュさんか、はい、うん、それまでのカントリー色は希薄となりやって、ほうほうほう、ということはカントリー色が強いバンドやったんや。なるほどね。あ、このね、コーラスの方が低い方いくやつね。うわぁ。コーラス綺麗。オブリが、ギターのオブリもね、あの、追いかけてくるコーラスもね、時代を代表する、いいね、そうだね、うん、76年か、うん、でラモンズがデビューした頃確かに世界中はこの曲が流れとったよ ね電撃バップじゃなくて、そりゃそうやね、お落ちたよ、うん、こっからギターソロ行くと呼んでいい、行きそうやな、行きそうやろ、そうこっから来るやろ、俺こんなかティンバレスの後こんだったの、タンタクタランって、あそこギターソロ来そうやったのになよう考えて俺この曲もそう知らんわ、うん、構成も知らんね、うん、しっかり聴いた初めて、うん、サビはさすがにね、うん、知ってるけど、ね、いやイントロと、うん、あ、ここで来る、来た来た、うー、わかるわかる、うん、いい入りやったな、うん、ギターも2本ダブってますよ、なるほどね、うん、別に あれやね、ユニゾンじゃなくてやっぱハモってるんやね、ギター2本が、うんうん、あ同じところもあるわ、お、ハイハットどうですか、ハイハット使いがね、さっきから小技をよう入れてはるね、うん、そういうドラマどうなんやろうね、まあでも邪魔しせず、うん、まあここはね、うん、見せどころやからさ、楽器人の、うん、そうそう、ボーカルおらんうちに、うん、なんかベースこれひょっとしてギターソロで終わっていくやつちゃう、これどうなんやろ、ね、まあ、溝からすると、うんうん、俺も見てしまったけどね今ね、これフェードアウトちゃうか、絶対フェードアウトやろこれこの感じはこれはな、もう溝で判断してる、うん、いや溝的にはな、最後の方結構早めに減衰するフェードやねこれ多分、おあ、ここも聞いたことあるね、知ってる、このフレーズ知ってる、あるある、いいね、でこっからまた来るよ、ウェベベベビャーオー、あ、ちゃうか意外と同じフレーズ、同じなんだね、あ、来た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 、来ましたよ、あ、なるほど、意外とフェーダーが結構しのしぶといフェーダーやね、ゆったりしてるね、これ50年代60年代やったらピュッといくから ねフェーダーは76年、さすが76年、フェーダーがやっぱゆっくり下ろされてる、なるほどね、お 2曲目いきましたよ、急にやら牧歌的な、ね、うん、なんか大草原の小さな家でも始まりそうなだって見てよこれ溝が浅いもんこここれだけ聞いてるとカントリー色あるけどね、あるでも音遣いはちょっとアーバンというか、うん、ああそうだね、
ちょっと聞いていこう。二曲目なんやろ。そうだ、曲名もわかんないもんね。そうだ、ちょっとライナーが入ってるかな。あれ？あ、あったあったあった。 OK、 失礼。うん、ニューキッドインタウン。ニューキッドインタウン、町の新しい子供なんかね。コーラスが綺麗ね。上手、上手って言ったらあれやけど。でもね、おなんか言うたあれやけど、思った通りのイーグルスや。そうだね、あの俺もイメージさ、イーグルスどんなイメージかなって考えてみた時にコーラス綺麗っていうのがとにかく最初に出てきた。1972年のイーグルスは、はい、爽やかとかフレッシュとか、うん、そんな形容詞がぴったりのカリフォルニアバンドだった、うん、やっぱり西海岸やね、うん、なるほどね。でも多分この76年の作品で、さっきも言ったけど、うん、ちょっとこれでも、はい、まだそのロック色は、うん、ちょっと減退して、うんうんうん、あーごめん、うんうん、もう一回言います、はい、うん、いいね、うん、なんかね、クリムゾンキングの宮殿とえらい違う。そうやね、なんか聞く時のこっちの心構えが、うん、確かに、まあ、スッと入ってきやすいわな。なんかね、うん、ラジオから流れてきてても、はいはいはい、スッとこう、うん、なんか腑に落ちるというか、うん、もう部屋の中がカリフォルニアよ、ね、流れてきたりしたら、うん、窓開いてるね、開いてるね、カーテン揺れてるね。揺れてるね、海見えた今、うん、海の家海の見えた、うん、あ、ビーチが若いカップルが散歩してる、うん、していいね、ね、うん、サーファーもおる、サーファーもおる、小脇に抱えとるわ、抱えとる、乗れ乗れ、うん、見えてきたな。おお、ちょっとこうハードなプレーもやっぱ挟んでくるね、うん、歪んだギターが、ドラムのアレンジもあったり、うんうん、これでもこのバンドが先導したんかもしれんけど、うん、なんとなく日本の80年代の、うん、シティポップまでいかんけど、うん、そうだね、アーバンな香り、うん、めっちゃわかる、渡瀬製造の漫画みたいな、うん、ちょっと香ってけえへん、うん、わ、うん、かるわかる、ごっつ香ってるよ、うん、そうやね、うん、なあ、うん、でも彼らのヒット具合からすると彼らこそがトップランナーやったんかもしれんね、うん、この空気感というか、いい曲、なるほどな、というかね、やっぱりポップスの曲作りやね、うん、完全に、確かに盛り上げますせー言うたらちゃんと盛り上げてくれるっていうか、うん、裏切りのない、ないね、ポップスやね、うん、うん、すごい、なんていうの、したたかなプロフェッショナルの曲作りって感じがするね、うん、実験とかなんとかっていうことじゃなくて、うん、もうすごいリズムで綺麗なコーラス盛り上げるための曲作り、うん、曲構成あるね、またフェードアウトしてったよ、フェードアウト好きやこれフェードアウトバンドかもしれんぞ、どんなバンドやね、うん、おかっこいい、ちょっと予想外な、ちょっとフェンダーのアンプっぽい感じ、ツイードアンプっぽい感じの、うん、お、こんな感じ、これがちょっとファンキーな、そうね、リフはロックっぽい、うんうん、ちょっとこういう感じね、9
一瞬にして世界がパッと変わったね、かっこいいね、うん、ちょっとタフな感じやね、うんうん、この曲はなる Life in the Fast Lane、うん、何駆け足の人生、駆け足の人生っていうのこれ解説によると、はい、ソウルミュージックの影響ね強く受けた、まあそうやろうね、まあそうやね、これでも70年代のああいうディスコとか、うん、ソウルとか、うん、あの感じやろね、そうだね、やっぱ時代にもちゃんと目配せして、うんうん、ポップス職人としてこう作った曲って感じするな、かっこいいね、音がねこれだからいいっていう感じがするな、なんかもっと80年代っぽくなってくると、うん、ああ、うん、もっとなんかこうよく聞きなじみのある感じになっちゃうかも、俺らの好みよりではあるかもしれない、うん、こっちの方が俺たちの好みよりかもしれないね、このノリってそれまでの音楽にはなかったんかな、うん、どうなんやろな、あの70年代のソウル、あのブラックミュージックがなかったらなかなか出づらい感じのリズムやもんね、うん、それまでのロックの歴史の中ではね、うん、かっこいい、うん、これはウェンダーの50年代のツイード使ってるんじゃないですか、これ、うん、そんな感じの音は確かめてみたいな、ね、うん、誰か詳しい人教えてください本当に、うん、この裏っぽいリズムとかね、うん、キックがさっきと音ちょっと変わってきたね、そうやね、ちょっとファットになったな、うん、なんか 4ビートというか合わせてんのかな、ベースもちょっと変わったね、うん、あ、ほんまや、うん、確かにベースすごいローレンジ、あの、うん、ローエンド出たね、うん、なんか先はもうちょっと狭かったのね、うん、ナローやった、派手さを出してるんだよな、うん、でも面白いよね、うん、あのホテルカリフォルニアとかの方が、うん、もっとワイドなレンジの楽器の音でやってんのかなと思いきや、うん、逆に向こうはタイトな音でやってて、そうや、ん、なこっちの方がワイドレンジの音使ってるっていうのは、うん、面白いね、駆け足の人生の方がサウンドとしてはあれかもね、コーラスとか少ないし、うん、音の要素がちょっと必要やったんかもしれんね、うん、かっこいいかっこいい、この曲好きやな、うん、うん、この16を感じさせるね、うん、このそのサビでこれを抜くっていうのがおもろいな、せやねこれがセンスやろな、センスやな、うん、だこうやりたくなるもんね、俺らやったらそのブレイクでそんな入れてまうやん、入れる、入れへんもん、起きた、来た来た、これはモジュレーターかな、シュワシュワ言うてますせ、シュワシュワしてね、フェーズがずれてん、ずれずらしてんのか、お、いや今ソロ来てほしいと思ったもんね来るやろね、来るね、いやイーグルスって裏切らんね、裏切らんね、うん、カリフォルニアは裏切らん街角やね、うん、おお、ちょっと明るくなりましたよ、うん、メジャー音使い、ギターがどんどん追っかけてくるね、うん、3本目のギターが来ましたよ、これ予想していいですか、はい、フェードアウトするそんな気がして、うわーフェードアウトや、フェードアウトやこれ時代の流行りもあるな、うん、すごい3曲連続フェードアウトした、駆け足の人生、うん、さあ続きまして、はい、Wasted Time、うん、時は流れてという放題がついてますが、うん、はい、A 面最後早いね、もう最後ですからね、うん、クリムゾンキングの宮殿の A 面は長かったぞ長かった、まあ、1曲が長かったからね、もう一転して、うん、これ歌詞聞いたら分かるんかな、ピアノから始まる、うん、分かりやすいバラードやね、そうやなほんまにアメリカのバラードって感じするな、
から激しくなったりすんのかな。ならず者の流れを組むスローバラードの名曲。ならず者ってあれちゃうん、ジョニー・キャッシュがカバーしたほれ、ほう、うん、デスペラードじゃないのちゃうかな。そういうことなのかな、わからん。それともイーグルスにならず者っていう曲があるとか。ああ、それいや、ジョニー・キャッシュのカバーがあれイーグルスやったのかどうかも知らんねんけどね。俺ウェイステッドタイムやから多分あの無意に過ごしてきた、うん、過去の自分に対するこう歌詞なのかな。黄昏れてんだやろうな、うん、けどベイビーって、あ、わかった、はあ、今、はい、永遠の恋人となったね隣にいる女性に歌ってるんじゃないのこれ、ひょっとして。ほう、君に出会うまで俺は、うん、無駄な時間をウェイステッドタイムしてたよと。おお、なるほど。いや知りません、今1行目だけ見たんですけど。オーマイゴッドって言ってるけど、うん、Where baby there you stand ですからね、うん、一曲、もう1行しか読んでないんですけど、あ、なるほどね、この曲はもうこのまま行く感じなんやね、うん、ちょっとでもこれはこれシンセかストリングスか、時代的に76年ってシンセどうなんやろね。どうなんやろな、あるのはあるんじゃない。いや、どうかな。これはね、話しながら聴くような曲じゃないと思う。確かにちゃちゃ入れた赤いやつ、うん、名盤感出てるな。これだって世紀の名曲なんでしょこれ多分でしょうね、うん、これ歌詞なんかねスッと入ってきたらもうグッとくるんやろうけど、もう俺たちにはもういい曲いい曲したいい曲って感じがするね。いい曲しか言ってない、うん、いやなんかねでもね突っ込む隙がないな。ないね、うん、よくも悪くも、うん、そんな終わり方すると思うと終わらない、うん、終わらないんだ。おお、曲タイトル来ました。おお、うん、ああ、最後壮大になって終わっていくやつ な、ね、こうなっていくか。アルバムのエンディングみたいな、うん、けどさ俺サウンド今気づいてんけど、はい、こんな音やったらさもっとね振ってもいいと思えへん、ね、なんか物に近いぐらいセンターに寄ってるよな、なんでやろ。でもそういう音作りにしたかったよな、うんうん、狙ってこれなんだね、うん、ホテルカリフォルニア振ってたっけ思い出されそう、うん、すごいセンター感のある曲やったな、はい、というわけで、綺麗な曲ね。なんというかね、ね、まあ、言いたいと思いましょうか。はい、うん、さっきも僕言いましたけど、はいはい、隙がないと。隙はないね。あのね、はい、なんて言うんかな、初めてロックンロールに出会った、はいはい、あの衝撃、うん、みたいなものが俺にとっては薄いね、うん、このアルバムは。うん、ほう、それよりも、もう酸いも甘いも知り尽くした、はいはい、プロのレコーディングエンジニアと、うん、プロデューサーと、うん、バンドが、はい、一丸となって作った、うん、スーパーポップス、うん、そうだね、うん、って気がする、うん、なるほどね。なんというのかな、うん、あの
今すぐこれ聞いてバンドやりたいって思うやつそうおらんと思うカラオケ行きたいなみたいなのはあってもね、むしろそっちやと思うねだからこれは多くの楽器やらんとか興味ないとかいう人にも届くように作られたアルバムだね、うんまあ、当然やけど、うんいやーこれがイーグルズですか。いいね。なんかもうどの曲もさ、うん、ドラマとかで流れててもおかしくないよね。全然おかしくない。そうやね。でもその、うん、その風に自分が捉えるのも、うん、イーグルスが作った歴史かもしれんよ。あーはーはーはーなるほどね。なるほどね。うんうんうん、でもさポップスの世界はさ、うん、俺たち知らんけど、うん、こんな名盤いっぱいあるんでしょうな。めちゃくちゃ深いと思うよ。うん、しかし聞きやすさで言うとね。うんもう聞きやすいって僕らにとったら半分こうね褒め言葉半分、うん、ちょっと引っかかりがないというふうにも捉えられがちな、うん、まあ俺たちはそういうシーンにいますが、うんはいはいはい、これはね聞き心地がすごくいいけど、はい、メロディーもいいし、うん、アレンジもいい、うん、ポップスとしての完成度抜群、うん、抜群やねなんか他に言いたいことある逆に聞きたい俺は、まあ、だからこう聞き馴染みのある感じってことだよね。もう多分、そう、まあ、それこそがイーグルスが作った歴史の一つなのかもしれないけど、少なくともジャパニーズポップスに影響を与えるだろうね。あるやろうな。いや勉強になりました。はいはいはい。というわけで、ホテルカリフォルニアの A 面を聞いていきましたが、はい、俺たちはね勉強になりすぎましたね。はい、ただこれがね俺たちの曲に今後生きてくるかっていうとね。これは難しいかもしれん。大丈夫かな、うん、ホテル新大阪とか。ホテル新大阪も大阪ラブホテルみたいなこれ怒られるやつですね、これ、はいはい、怒られますよ。まあ今回は、ホテルカリフォルニアイーグルスの、はい、名盤を、はい、A 面まで聞いてみましたが、はい、さあ次回、はい、B 面聞いていこうかなと思います。これ B 面で、うん、さっきのちょロック色の強い感じ、うん、出てくるのか出てくるのかな、ね、売れてないけどホテルカリフォルニアぐらいの名曲が実は控えているのか、まあ、あるんやろうね、まあ、あるやろうねこの感じからするとね泣きのやつもあるね、あると思いますんで、はい、はい、次回じゃあぜひお楽しみに、はい、というわけで今回はイーグルスのホテルカリフォルニアを名盤初体験、はい、ということで A 面だけ聞いてみました。次回は B 面どっちやこうかあ、じゃあこうやチャンネル登録お願いします。楽器教則 DVD シェアナンバーワンアトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。 DVD で人気の映像が100本以上見放題。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。